いろいろ映画感想。今回はね、ウマ娘、プリティダービー。ビギニングオブアニュー ERA かな。新世代の扉か。うん。まあ、しもちゃん、ウマ娘はね、ゲームやろうとして最初で挫折断念したっていうか、最初ね、始めるとこまでやったんだけど、なんか5ギガダウンロードしまして、そのダウンロードが終わんなくてね、もうええやって投げてね、そのままね、ずーっとね、やりそびれてましたし、アニメシリーズもちょっと見そびれてたんでね、全然、今回初ウマ娘ということでね、まあ、全然知識ないんだけど、大丈夫かなと思ったけど、全然大丈夫でした。面白かったです、本当に。なんかね、基礎知識はほぼいらなかったかな。だから最初の方でチラッと言ったのは、ウマ娘っていうのはなんか、どういうのかな、謎の存在っていうか、何だろう、まあそういうね、出自はわからないけど、こういう存在がいます、生まれましたみたいな感じなのと、その馬娘はその、別の時空の、存在のを、受け継いでって、結局まあ、競馬のおんまちゃんの名前を受け継いでるから、そういう感じでね。だからまあ、そういう存在いますよ、というだけの前提知識があれば、だからその存在が、まあ、こういう、馬娘のそのレース、まあ、競馬のレースみたいなやつね。で、まあ、速さを競ってるという、まあ、前提知識があれば、全然問題なさそうです。ただね、映画作中にね、メインの婚愛の、まあ、子がいっぱい出てるんで喋ったりするんですけど、その子が喋ってたりするセリフとかが、多分、テレビシリーズとか、ゲームとか見てると、多分ニヤッとするとか、あ、この子とか思うんだろうけど、全然その辺分かんなかったんでね。その、メインの子以外の子たちが、なんか、まあ、ちょろちょろと出てるんですけど、そこに関しては、ってなんか、まあ、モブぐらいしか感じられないんでね。俺は多分ゲームとかアニメ見てた人はね、あ、この子も出てたとか、あ、この子こんな喋ってるとか、こういう性格とかっていうので面白かったんじゃないかなと思って、そういったところは、楽しめなかったかなと思います。でね、ストーリーとしてはこのメインの子が、まあ、その、あるレースを見て、そのレースの、で優勝した、ウマ娘を見て、自分も走りたいと思って、走って、始めて、で、まあ、そのトップを目指すという形で、そのライバルが、ライバルというか、この子よりもね、早い、この、子がいて、で、その子の背中というか、その子をライバルして、その、する、ライバルするんだけど、むっちゃくちゃ、実力として、もう全然足元に及ばなくて、でも絶対に勝ってやるって感じで、まあ、話は進んでいくんですけど、まあ、この子と、まあ、戦えないんですね。なんか、ちょっと事情があって。で、戦えなくて、で、自分は本当に、まあ、その戦えなくて、まあ、レースに勝ったりして、その自分は本当に、早いのかと、っていう感じで、まあ、悩んだりするっていうとね。で、この子の、まあ、まっすぐなね、速さを求める、この気持ちに対して、まあ、この、まあ、ライバルしてたこの子とか、あと、まあ、その時の、まあ、同期の仲間とか、そういった子たちが、この子に、まあ、触発されて、まあ、なんだろう、まあ、強くなろうとしていくみたいな感じでね。で、最後はこの子が、まあ、大きなレースに出るっていう、そういった、まあ、流れなんですけどね。この子の、まあ、その、何だろう、走りに対してのこの、まっすぐな気持ちというのはね、そこはね、結構良かったですね。であと、この子に、この子、ちょっと説明しにくいなんで、ダバリなしすると。まあ、この子
もその、この子に、託すような、気持ちになってたんだけど、いやこの子を見てたらやっぱり自分もこの託すようなもんじゃないなとかっていう感じになったりね、ほんとね、お互いのね触発されて、早くなろうという気持ちがねすごくね感じられていい話だったと思いますね。あのテンポも良いしね、まああの走ってるねレースのシーンなんかも迫力あってね、なかなか良かった、面白いです。全くね予備知識なくてもね楽しめるんでね、これ結構おすすめです。しもちゃん評価としては5かな、はい、こんな感じでね、ちょっとねツッコミどころとしてはね、あのこの子、早い子、まあ、アグネス・タキオンっていう名前なのかな。この子がね、こんなね、袖もね、長いしね、裾も長い、こんなんでね、いやいや、空力抵抗とやったか考えたら、これで早いのどうだろうとか思ったりするんですけどね。あとね、なんだっけ、むっちゃくちゃ、まあ、主役の子はジャングルポケットっていう子でね。で、この子がアグネス・タキオン。まあこんな袖でむちゃくちゃ速く走るのがねどうかと思うんですけど、ね、あとここになんかあったあったあったマンハンタンカフェ、この子はなんか病気がちなんで、でダンツクレーム、この子がまあ一緒にこのメインのこのジャングルポケットさんちゃんと、まあ、一緒に頑張ってる子ですね。でこの TM オペラ王ってなんか、なんだろう、この子たちが結構新人の子で、前からいるこの子がまあなんか君臨してるんですよね。であとこの藤奇跡さんか、これがなんだっけ、ジャングルポケットちゃんのお姉さん的な。で、この子が王の走りを見て、ジャングルポケットちゃんが、速さを目指そうと思ったんですよね。あ、ちょっと、見づらい。トレーナーもいいんだ。トレーナーと、それから、この藤奇跡さんと、この、ジャングルポケットちゃんの絆とかね、信頼関係とかすごく良かったですよね。あと、この子が、ルー・シマ・メイ。この子たちは、そのジャングルポケットのお友達ですね。あと、いっぱい、なんかこの辺、この子たちいっぱい出てるんですけど、多分、アニメとか、それからゲームやってたらわかるんだろうけど、全然わかりませんでした。はい。あと、しもちゃんが知ってる、なんか、思いますとして、ゴールドシップってなんか言いたような気がするけど、出てないですね。はい。なかなかね、面白かったです。うん。だから、なんだろう、スポーツ少女ものみたいな感じで、見るといいと思います。スポコン少女ものかな。あとは、でね、走っててね、最後の方に、最後の方って、レースの、それぞれのレースの最後の方にね、でね、なんか追い込みをかけるときにね、なんかスイッチ入ったみたいになってね、こういう絵になっちゃうんですね。だから、なんだろう。まあ、スイッチ入るときはもうなんかお前トランザムかよみたいな感じで、急になんか速くなったりしてね。あと、いや、グレン・ラガンかよ、この戦いはっていう。そんな感じでしたけどね。面白かったです。うん。そういう表現も含めて。はい。ということでね。まあ、感想としてはそんなとこですね。あと、来場者特典もらいました。なんだろうか、なんか小説とか言ってたよな。星は巡る。うん。なんか小説ですね。はい。二週目からなんか色紙がもらえると思うんで、どっちかというと二週目行った方が良かったかなってちょっと思ってますけどね。はい、で、なんかこれね、ゲームのコードらしいんですけどね。なんか
ゲームのね、あの、コードが、あの、ゲーム内アイテムもらえるコードらしいです。はい。まあ、しもちゃんゲームやってないんでね、どうしようかっていう話ですけど。ゲームやってるお友達にあげようかな。はい。じゃあ、馬娘の感想は、そんなところで。じゃあ、おまけのチラシ紹介コーナー。オーバーロード。まあ、これは、小説とアニメのやつ。アニメ、漫画もやってますね。オーバーロード。結構好きなんですけどね。ただね、最近このやつは見てないですね。だから、一番最初にの、一期のね、一番最初見てね、おおって思ったのが、だから、これって、ネトゲーの、サービス終了の時に、まあ、一人で、その、ギルドのそのホームに一人での最後の瞬間をその味わってたら気がついたらそのゲームの世界に、転移してたっていうやつですね。で、まあその自分が転移してたんだけど、そのゲームの仲間たちもいるのかなとか思いながら、そのギルドホームのそのベースにいろんな NPC のその手下みたいなのがいて、で、その手下たちを、使って、まあ、その、自分の王国を、まあ、広げていくような感じになるんですけどね。最初はその、まあ、プレイヤー、その、プレイヤー的な、まあ、人間的な考えしてるんですけど、だんだん、この自分のこの今のこの存在、まあ、アインズ・ウルゴーンですかね。この、まあ、アンデッドの王みたいな、この存在に引っ張られてるような感じで、思考もだんだんそっちになっていくような、そんな感じになってる話だったと思います。なんで、2期ぐらいまでは見たんかな。で、その後、あと、劇場版は、総集編だったかな。なんで、見てなかったかな。なんで、まあ、これ全然知らない話なんで、今度見に行こうかなと思います。面白そうです。うん。だから本当ね、ネトゲのね、ラストをね、まあ人がいないね、そのギルドのホームでね、その過ごすっていうのはしもちゃん2回か3回あるんですよ、実は。同じような気持ちで、ああ、もう誰もいないなっていう感じで、まあ、最後の瞬間を味わおうかっていうのをやったことありますけど。それでかなりね、親近感を覚えましたね。はい。なんで、オーバーロードはちょっと楽しみにしてます。はい。今回の、動画は以上となります。よろしければね、チャンネル登録とか、グッドボタンよろしくお願いします。では皆さん、またねー。